どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日はおそらくサムネイルにもあったかと思いますが、日本とドイツの工場の比較をさせていただきたいと思います。そして、副題として工場の強さだけじゃなくて、ビジネスの強さの両輪を回すヨーロッパ企業の強さも紐解いていきたいと思っております。どこの工場に行ってきたかというと、フェニックスコンタクトさんですね。いい写真ですね。みんな笑ってる。カメラマンが非常に上手かったんですよね。ドイツの工場に訪問をさせていただきました。そして今回ですね、こういった面白い工場の話ではありますが、三重県にあるですね、中世製氷冷蔵株式会社様からスポンサードをいただいております。ここもですね、氷を工場で作っているんですけども、社長がやっぱり FA とか自動化とか制御、非常にですね、洞察がある社長なんですね。なので、そういった FA に興味がある方はぜひこの氷を作ってる会社に行ったら面白いと思いますね。自分の制御を試したいとか、 FA を使って安定した企業で就職したいっていう方はぜひお問い合わせいただければ幸いでございます。ナンバーワン企業ですね。業界ナンバーワンと素晴らしいと。そしてフェニックスコンタクトのブースでございますが、もうやっぱりハローはスケール感がものすごくでかかったですね。人の大きさがこんなくらいでした。なんかコロナの前はルールがなかったらしくて、2回、3回まであったらしいですよね。しかし密はダメということで、こういったオープンな感じになっておりました。大野さんもありましたね。技術トップとも1時間以上議論をさせていただきまして、インダストリー 4.0 ってこうなんじゃないかとか、御社の強みってどうなってんだみたいなね、話をもうコンコンとさせていただいて、やっぱり欧州側の上流の方って自信がありますよね。非常にかっこよかったですと。さらにフェニックスコンタクト、まあ日本では馴染みない方もいらっしゃるかもしれませんが、こういった緑色のコネクタ見たことありますよね。プッシュインと言われるものをですね、要するに端子台を日本の方がってまだまだネジ締めをしてると思うんですが、あれもやめていただきたいんですね。ハノファーも見てきたんですが、プッシュイン型じゃない電気接合ってもうなかったわけですよ。ネジ締めなんていちいちやってないんですよ。丸型圧着端子と比較して、このプッシュイン型っていうものは 52% も工数が低減できるという実際に測ったデータが出てるんですね。たかだか 52% ではなくて、配電盤を見るとですね、例えば10モジュールこのプッシュインのものがあるっていうことであれば、3層あるわけじゃないですか。とすると3層入力が3つ、出力が3つ、計6個あるわけですね。それが10個あるっていうことであれば、60回もこのネジ締めをしてるわけですね。配電盤を作ってる方がですね、日本に1万人いらっしゃれば、かける1万人分の工数が日本は無駄になってると。さっさとプッシュインを使ってくださいと。で、そのプッシュインは初めて構築した企業でも有名でございますと。さらに特筆すべきはですね、フェニックスコンタクトさんの売上推移でございますが、15年でなんと 3.6 倍に急成長していると。もう日本企業からしたらですね、ちょっとありえないぐらいのものづくり企業の成長度合いだなと。で、売上高は約1ユーロ150円ぐらいだと換算すると5400億円ぐらいになります。で、5400億円ってどのくらいのレベルかというと、安川電機ですね、九州の OSA とでも言いましょうか、安川の売上が4790億円ということを想像すればですね、かなり大きな企業であることはご認識いただけるかなと思います。じゃあ何がこの企業の爆発力を生むのか、一体何が強いのか、それをですね、紐解いていきたいと。まずは製造現場の解剖から、やっぱりインダストリー 4.0 って銘打ってるわけですよ。製造現場の実力を紐解いていきたいと。じゃあフェニックスコンタクト何を作っているかというと、これまあ本社にあったですね、制御盤でございまして、まあこういったですね、リレーもそうだし、レール用端子台とかコネクタ端子台をはじめ、こういったハイブリッドモータースターターとかですね、もう電源も作ってるし、まあフューズ等も作ってるし、このワイヤレスキーみたいな、もうありとあらゆるものを作ってるわけですね。つまるところ制御盤を彼らの商材だけで構成することも可能でございまして、EU の制御盤はフェニックスコンタクトさんなしではありえない。制御盤関連部材の製造現場へ訪問させていただきました。フェニックスコンタクトの製造現場でございますが、このような工程がございました。一つは射出成形機プラス金型も自社で構築しているということで、金型製造も行ってましたと。樹脂製品の製造には必要不可欠な工程ですね。続いて SMT ということで、サーフェイスマウントテクノロジーでございますね。基板に IC やコンデンサーなどの実装を行う工程
工程がございました。もう一つは自動置きということで、やっぱりですね、組み立ても自動化進んでおりましたが、ハーネスの組み立てや、ハーネスをですね、出荷するために出荷できる形状に収めたりとか、あと端子台の組み立てなんかも行っていました。工作機械も複数台所有しており、ネジの製造を行う工程で工作機械、多分に使われてましたね。そこにさらにフェニックスコンタクト、彼ら独自の強さを付加して判断をしていくと。残念ながら撮影はできなかったんですね。カメラ没収されました。各工程の力量を表出しさせていただきたいと思います。まずは実装機ですね。 SMT のラインでございますが、売上5000億円以上を誇るレベルとしては残念ながら低いと言わざるを得ないと。まさか低いって言われるんかいって感じですけど、フェニックスコンタクトもね、実装工程とは、まあこれ富士機械さんの設備があったんですが、このような生基板に対してまずはクリームハンダをですね印刷して、その後クリームハンダがついたところに部品を実装していき、リフローでそのクリームハンダを固めて、最後 AOI で検査してこのような実装が完了するわけですね。まあ生基板に対してこういった部品を搭載していく工程ですね。マウンター等を使い基板に電子部品を実装する工程を言いますが、フィーダーの台車ね、こういう風に部品がここに一つ一つ入ってるわけですね。この部品から自動的にフィルムを剥がしてですね、部品を吸着して基板の方に持っていくわけですが、明らかに段取り性が悪いと。デジタル化もあんまりされてなかったと思います。富士機械さんの力量であれば、この装置であればですね、おそらくオプションでこの見える化ができるようになってるはずなんですけど、そういったこともされていませんでした。それしてるっていうことであれば、それ絶対案内してたんで、されてなかった。部品補給指示等も前時代的で、電装ウェブ等の工場も行ってですね、その生産指示ともどうなってるのかなって見てきたんですが、電装ウェブはもう AI でどういった段取りが最適かっていうことを指示出ししてくれるんですね。そういったことも人間がやっておりましたし、当該現場のデジタル活用のレベルが非常に低かったんですね。この基板を組み込む製品を組み立てる時のデータ取りはしてるけど、そこから改善をしてないみたいな感じで、見える化を行っていたものの、生産性を改善させる方法を担当者レベルではいろいろ質問したんですが、理解していなかったんですね。担当者がデジタルの活用方法をあまり理解していなかったことはちょっと致命的でしたね。所感として、あれ？日本と比較してもあまりレベル高くないんじゃないの？っていうのが率直な感想でございました。続いて別工場に移動しまして、工作機械と金型ですね。金型工場はまあ時間がなくですね、見学はできなかったんですが、 RFID で全てタグ付けして、どこにどういった金型があるか分かるようにしておりました。そして樹脂製品の金型は全て内製しているということで、これは一つ強みだと思います。さらに工作機械ですね、ネジなんかを内製していましたが、 CNC はシーメンス製で自社で構築してたんですね。ということで、非常に小さなネジを1日満単位で製造し、ここを自動化しておりました。まあ加工方法は動画撮れなかったので非常に残念なんですが、ロロマティックに見られる切削工具を加工するような加工方法をおそらく用いられていたかと思います。相当前から工作機械を一部内製しているのは自力があるよね。もちろん内製だけではなくて、他から買ってきて使ってるものも結構ありましたと。ただ量産がめちゃめちゃ多いところは、実際に自社で工作機械作っちゃうっていうところはレベル高かったですね。金型や工作機械など自社製品の多くの量産に関する部分ですよね。例えば樹脂製品なんかも非常に量産するんで、金型は量産、そこは自分がやる。ネジなんかめっちゃ使うから、それも自社で作るよみたいな、そのコアとなるものは工作機械から作っちゃうと。ここには強さがあったと思います。どことは言わないんですが、日本の同レベルの企業よりも一部上を行ってるんじゃないかな。まあ、売上5000億程度であれば、フェニックスの方が若干上かなっていう部分もありましたね。続いて自動化についてでございますが、大量に出荷される製品に関しては自動化がかなり進んでました。これはですね、日本の大手と遜色は感じられないレベルだと思います。まあ、三菱電機、三豊、THK の現場等と言ってますが、彼だとまあ、遜色ないかな、どっこいどっこいかなっていう感じですね。で、一つ強い部分としては、工期部で横軸を束ねておりまして、フェニックスの工場の中に工期部があるんですね。ドイツ
本社工場で設備を組み立てた後、各国の工場へ展開すると。利用方法も現地に丸投げではなくて、しっかり工機部の担当が行って教育を行って、で、量産ができるように整えると。さらに、工機部の人数は100名程度であり、制御に関しては多くは自社で取り揃える可能。これはですね、フェニックスコンタクトが PLC も含めて作ってるんで、その制御部分なんかも自社からサプライできるっていうことですね。残念なところが、これ僕実際に質問したんですが、設計の CAD って何使ってますか？それはですね、CAD はわかんないっていう風な回答があったわけですね。しかしながら、工機部があるのはやはり強いと。で、酒井ちゃんと一緒に行ったんですが、酒井ちゃんって元々日立アステモの FA 系、要するにメカ設計なんですね。で、酒井が見たんですが、まあ、うん、まあレベルは低くないですね、みたいな感じで、ふん、みたいな。心強い酒井みたいな感じで思ったんですけども、まあ評価かもなく不可もなくということで、グローバル展開の装置に対して横腰を刺すのは非常に良かったところかなと思います。続いて現場のね、デジタル活用ですよ。あれだけハノーハメッセソリューションとかデジタルに寄ってるわけですから、デジタル活用どうなってんのって思うじゃないですか。SMT で見られたようにレベルはあんまり高くないですね。これはぶっちゃけます。SMT ですね。データを吸い上げるところまでおそらくできているとは思うものの、活用するかとか、そのデータを使って改善活動そのものは実行できてませんね。みたいな。日本でいうワイガヤみたいな感じですね。こういうホワイトボードがあって意見、これでみたいな、どこから潰し込みを行うかみたいなことは行ってませんねと。さらに射出成形機ということで、これもコンベアとか搬送機を利用して自動化のレベルとしては高いんですけど、射出成形機でどういったワークが流れてるとか、どれくらい作って今生産状況どうなってますみたいなことは全然表出されてないと。生産性の見える化はされておりませんでした。曖昧でしたね、回答が。装置設計まで見てないので、まあ全容は、工機部の中まで入れたら最高だったんですけど、そこはもちろん立ち入りはできなかったんですが、まあデジタル活用のレベルは総じて高くないと想定しておりますと。まあインダストリー 4.0 を銘打つドイツの工場としては、少しだけ拍子抜けしましたと。ということで、データ活用はドイツ企業でもまだまだであると。もう三菱電機の方がはるかに進んでると言っていいと思います。その他の強みということで、製造業に適した土地環境と。これはですね、非常に強いと。なぜかというと、これがフェニックスコンタクト、Google Earthから取ってきたんですけど、本社なんですね。見てほしいのは、後ろがなだらかな荒野になってると。本社に40前後の建屋があるんですが、ドイツに行って分かったことはですね、全然山脈がなくて、平野がビャーン広がってると。風力発電群です。すげー。詰まるところ工場拡張がめちゃくちゃ容易なんですよ。で、実際にフェニックスさんの工場も拡張されてて、後ろ部屋ですから拡張し放題なんですね。なので場所に全く困らないと。日本だと先日ですね、東芝の半導体工場ですね、行ってきたんですけど、山ゴリゴリ削ってたわけですよ。めちゃくちゃ金かかるわけですね。で、サプライチェーンのコントロールが容易ということで、例えばここにポンポン立てれば部品すぐ横から持ってこれるわけじゃないですか。輸送する必要がないということで、これは強いよねと。で、全ての外観はまあドイツらしいといえばドイツらしいんですが、統一されており、部署間の差をあまり表現しなかったですね。なので工機部が偉いとか調達が偉いみたいな、ここは下上みたいな、決してそういったことは表現しないっていうことは良かったなと思います。プラス無駄のない物流システムということで、僕もですね、日立ですとか大倉輸送機さんに訪問しておりまして、で、マテハンの現場も本当に多く見ております。あと村田機械にも行ったことありますね。どういったものがマテハンというか、こういった搬送システムでですね、物流システムの最先端っていうことを理解しておりまして、それを前提に現場行ったんですが、最後の梱包しか人が介入しないシステム構成になっておりました。日本の工場と比較しても最先端の部類であるということが言えると思います。唯一勝てるとすればパナソニックコネクトかなという感じですね。あそこはもっとすごかったですね。そして倉庫の拡張も容易っていう感じで、土地がめちゃくちゃあるんで、倉庫また建てるとか言ってましたね。標準化されたリファイソートラックという、これはフェニックスがというわけではなくて、もう倉庫に対してですね、トラックがドッキングされてるんです。だから人の手を介在せずにトラックにすぐ積み込めますみたいな感じになってるんですね。ここら辺っていうのは、輸配送システムっていうか、パレット等が欧州っていうのは全部標準化されてるんで、効率的ですよね。日本は土地を開拓するのは非常に大変なんですが、ここはやっぱドイツっていうのは製造業に適した環境だなっていうのを改めて思いましたと。最後に工場見学の総括でございますが、デジタル活用は道半ばだが、それでも勢いがあると言わざるを得ないと。まず弱みでございます。デジタル活用が未熟って、ね。すいません。ここ
工場見学させていただいてすいませんって感じですが、見える化したデータの使い方の理解が浅いし、 SMT プラス組み立てラインから TPS、 要するにスループットを最適化するとか無駄を削るっていう、この TPS の理解が未熟だったと思います。逆に強みとしては、工期部が量産品において自動化ラインの構築を束ねており、各拠点ごとに開発がされないので、非常にですねまとまった制御が構成されていると想定されると。製品設計と装置設計の連携が、まあ CAD を見てないんで、製品からどういう風に装置設計の方に落とされるかっていうことが担当者分かってなかったんで、そこが理解できなかったの悔やまれるんですが、工期部はレベル良かったねと。金型射出成形機の自動化ですね。金型自分で作ってるし、射出成形機も自動化してるし、そして専用工作機械も自社構築してるっていう、ここも強みであると思います。あとは土地柄ということで、土地拡張がボトルネックにならないとか、なりにくいと。プラス、ヨーロッパ独自のというか、規格化されたですね、輸配送システムが最適であると。デジタルの利用と改善は得意ではないものの、専用装置、プラス自動化ですよね。人削減と土地を、土地拡張性で優位性を構築していると。まあ土地柄に合った戦略と言えると思います。あと一つ言えるとすれば、これ弱みになるかもしれませんが、フェニックスコンタクトがある町があるんですが、その町がほぼほぼフェニックスコンタクトさんで働いてるみたいなね。じゃあその町の人口が少なくなったらどうすんのみたいな感じはあるんですけども、こういったことが言えるかなということで、工場の生産技術は日本と同等か、日本の方がおそらく高い工場が多いのかなというふうに思いました。あ、ドイツでもこのレベルなんだっていう風にぶっちゃけ思ったところが結構ありました。しかしこの売り上げじゃないですか。なんでこの売り上げ上昇みたいな、こう、日本だとこんな売り上げ上昇してるところってあんまないよねっていうことですね。つまるところ、バックエンド、要するに工場側の強さだけではこれは説明できないんですね。では彼ら、要するにフェニックスコンタクトのフロントエンド、つまるところ製品戦略はどうなってんの、ソリューションの強みがあるんじゃないですかということでございます。やはりそうきたかと。もうヨーロッパね、ハノーハでも H2CO2 とか電気戦略も展示してたじゃないですか。で、そことシナジーを展開する企業がおそらく現れてくるんじゃないかなと思ってたんですが、フェニックスがそうであったと。オールエレクトリックソサエティと。つまるところ、すべての電動化社会でございます。すべての電動化社会って何を指すかっていうと、例えば、これ実際に僕が写真撮ってきたんですが、風力発電がものすごくいっぱいあるわけですね。プラス太陽光もちらほらありました。グリーン社会を見据えて、ここのキーファクターを握ると。つまるところ、最適な電力制御を俺たちが構成してやると。電力社会の中枢を担う会社として成長にドライブをかけてるわけですね。先ほどお伝えしたように、もうフェニックスの制御機器を制御盤に使わない企業がないんですね。ということは、制御盤が全てのフェニックスのコンタクト接点になりますので、すぐお客様にアプローチできる。つまるところ、顧客リードはすでに持ってると。あとは最適なソリューションを提供するだけでございます。ヨーロッパの配電盤で彼らの商品は必ず搭載されていると。新しい電力システムを構成する際や最適な電力マネージメントを行う際、最適な制御が必要になるわけですね。その時、あ、フェニックスさんお願いしますって向こうから寄ってくると。フェニックスコンタクトが提供するのは最適で、ここ重要です、最新である制御の提供でございます。じゃあ何が違うんですか。制御の次を構築すると、彼らの文言で表現すれば PLC NEXT でございます。このような、これね、タノーハにあった制御盤でございますが、この中に PLC NEXT が内在されていると。で、この PLC NEXT のこれです、構成概念がこれになっていると。ここ見てください、 Linux と。一番の違い、それは OS が開示されてるわけですね。なんとオープンソースの Linux が使われていると。これが何を意味するのか紐解いていきたいと思います。これね、超面白いですよ。ここにあります。もちろん制御はリアルタイム制御になっており、OS が Linux であると。じゃあ OS、Linux 何がするかっていうと、制御業界以外の方がね、Linux 使うなんて当たり前じゃないって思うかもしれませんが、三菱もシーメンスもロックウェルも PLC の OS を基本的には開示していないんですね。制御開発者は購入先の OS 上のみで制御を構築すると。なるほどなるほど。で、ここですよ。ここ。C。
C++ がありますね。 Linux ベースでのオープン開発が可能であり、多言語に対応していると。つまりところ C、C++、Java、Python 等でのいつも IT 開発者、IT エンジニアが使っている言語を組み合わせて制御を開発できるわけでございます。ここ、PLC Next Store って書いてある。Store。これ何かっていうと、一度制御を構築してしまい、例えば最適なものとか、風力発電で最適な、要するに羽をこういう向きにするとか、こういう回転数で回すと多くの電気を生み出せるみたいな、この制御を開発してもうすごくいいんでっていうことであれば、そういったものをこのストアに開示し、利便性の高いものはストアから公開もできるし、ダウンロードもできるようになってるわけですね。あ、もちろんその風力発電だけではなくて、例えば家の電力システムとか、その電力システムを蓄電池に貯める時の制御盤とかですね、そういった時でもいいと思うんですよ。極めつけはコミュニティもあるわけですよ。コミュニティ PLC NEXT コミュニティと、ここを通じて意見交換を通じて最適な制御の模索が可能でございます。ということは、日本だと一度制御を作ったらこれは俺のもんだみたいな囲い込むんですけど、向こうの文化っていうのはこのこういったコミュニティとかストアで開放してさらにいい制御にする、使ってもらってなんぼっていう価値観なんですね。なのでどんどん制御が良くなると。続いてここでございます。 Linux じゃないですか。そうなるとどうなるかっていうと、オープンじゃないですか。ということはハッキングのリスクがありますよね。大丈夫です。 IEC62443 規格に準拠しており、セキュリティを担保しておりますと。問題ございません。そして OPCUA と接続性を担保して繋がりやすいと。データ通信の標準化、つまり繋がりやすい環境構築もお手のものでございます。 PLC NEXT によってで、OT と、要するに現場の制御と、もともと会社の社内の IT 構築、情報通信の垣根を取り去り、制御の構築をより容易に、今まで会社で開発したシステムをベースとして制御も構築できるし、そしていいものは PLC NEXT Store に公開して標準化することが可能になったわけですね。制御の構築をより容易にと、データのやり取りをより容易に、こういった制御作るでしょ、ね、制御盤あるでしょ、電力動作制御を構築し、最適な制御をストアからダウンロード可能でございます。もうあれだよね、制御担当者からしたらもう嬉しいよね。今までの仕事が超楽になるわけだから。 PLC NEXT で、あ、もうダウンロードして買えばいい、だっていいだけでしょって。今まで何時間もかかってたものがもう5分でダウンロード OK ですと。制御だけではなくて、例えば制御はちょっとってなるじゃないですか。そんな最適って言ってもまあみんなが使ってからちょっと様子見みたいな感じですね。しかし今の動態がどうなってるかみたいな、稼働の監視をダウンロードするみたいな、その環境をダウンロードするみたいなこともできるわけですね。 Python ベースですでにライブラリーがあればダウンロードして実装するだけでございます。これをラダーで構築するとなるともう大変ですよと。ある中期で情報をクラウドに伝達する場合でございますが、例えば1秒ごとにオンするタイマーを作成しますみたいなね、非常に簡単に言ってます。タイマーの設定を行いますみたいなね、その後オンするごとにデータを特定の場所に送るみたいなのを一つ一つ書かないといけないわけですよ。それがもう Python ベースであるわけですから、既存のライブラリーで構築し、簡単に言えばルーターにケーブルをぶっ刺すだけで終了みたいな、よりオープンで使い込んでもらうことがヨーロッパではソフトの価値になってるわけですね。全く囲い込みしないと、これは共通の資産で、さらに磨きをみんなでかけていこうぜっていうことですよね。やばいでしょと。前のシュナイダーの動画でね、もうラダー文化やってる場合じゃないって言って、で、なんとですね、そこに対してラダーを構築してる担当者に対して冒涜だみたいなことを言ってくるわけですね。一方ではもう太郎さんありがとうと、僕たちが考えてたことを表現してくれてめちゃくちゃ助かったよっていう両極端なんですよ。制御がダウンロードするっていうことをシュナイダーだけではなくて、フェニックスも同じようなことをコンセプトとして出してきてるわけですよね。となるとラダー書いてる人、今はいいかもしれないですよ。将来ですよ、いきなり、いやもう日本以外がですね、そういった制御ってダウンロードして終わりでしょなった時に、ラダー書いてる人いきなり仕事を奪われますよ。逆にですね、僕にありがとう太郎教えてくれたやつって、これで目が覚めたよって、俺エンジニアだから最適な制御何かっていうことを学ぶことがエンジニアの仕事だよねって、そもそも社内のシステムエンジニアさんはですね、毎週勉強してるわけですよね。ラダー書いてるのがエンジニアの仕事じゃないわけですよっていうことに気づいてね、いきなり
にその世界がやってくる世界線と、僕みたいなもうやばいから本当に制御の状態が全く変わってきてるよって言われて心の準備ができてその世界に変わるのとめちゃくちゃ大差ないですか。むしろ後者の方がいいでしょ。いきなり仕事を失いたいですか。一刻も早く気づいていただきたいと。制御や監視の構築を簡単にするだけではないと。オールエレクトリックソサイティでこのフェニックスコンタクトっていうのは役割を担う戦略なんですね。これネドから持ってきておりますが、今はこの欧州のグリーンエネルギーっていうのは 20% から 22% ぐらいなんですね。それがウクライナ危機があってですね、ロシアにガスを依存するようなことだとやっぱり欧州の政治としてよろしくないっていうのが欧州の判断なんですね。なのでこういったグリーンエネルギーをどん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 推し進めましょうねって、そういった後押しがあったと思います。このグリーンエネルギーの利用を引き上げてるわけですね。実際風力発電の着工数は今後爆増していきます。陸上で320ギガワット、海上でも135ギガワットを2030年の目標にしております。さらに太陽光発電導入の目標ということで、2025年に22年比倍の320ギガワット以上と、さらに2030年までに600ギガワットの導入を目指しているわけですね。これが意味するところは、 EU は圧倒的にグリーンエネルギーがバカバカ出てくるので新しい制御盤が必要になってくると。 EU のピンチをチャンスに変える極上の戦略をフェニックスコンタクトは構築していると。グリーンエネルギーが繁栄したその次を担うと。グリーンエネルギーの繁栄とは詰まるところをスマートグリッドなんですね。こういうような次世代の電力網がどんどん構築されるわけですよね。そういった時に最適なエネルギーの分配が必要なわけですよ。ドイツでも実際に実証されている蓄電池をですね置いて、こういった例えば確実的に決まった電力網だけではなくて絶えず接続先が構築されると。詰まるところ例えば EV とか家庭で太陽光パネルがあればそこで発電が必要になってきますよね。とか風力発電が新たにできれば、それが風力止まってる時に供給してあげる必要があるので、こういった充電設備に充電する必要がありますよね。つまるところ最適なエネルギーマネジメントが必要になってくるわけで、どん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 接続先が増えるとその制御を再度書き換える必要が出てくるんですね。その時に必要とされる制御は従来の OT 側だけで構築したもので本当に十分ですか。そうじゃなくて、絶えずソフトウェアを更新し進化を支える IT との境目がない制御が必要ではないでしょうか。いっぱい接続先が増えて、この制御だともう接続先増やせないよ。しかし PLC NEXT であれば最適な制御をダウンロードできますよね。オールエレクトリックソサイティとやばいと。こういった今までは確率的な電力システムでしたと。しかしながら EV が増えます、そして太陽光できます、こういった蓄電池が必要ですよね。もちろんその制御領域に使うのは足踏みするっていうことであれば、他の制御装置を使って見える化だけこの PLC NEXT でセキュリティも担保されてるからやるよと。ですとか、こうやって風力発電が増えれば制御必要になりますねと。そしてね、電力を分け合うわけですから必要ですよね。はい、太陽光できます、必要ですよね。新しい電気の世界が来ると。オールエレクトリックソサイティと。確実的な電力システムではなく、あちこちにシステムが構築されると。都度作るんですか？制御をアップデートさせた方が理にかなってませんか？っていうのが、フェニックスコンタクトが世に送り出す、まあ問いかけですよね。この未来が見えてるからこそ IEC62443 企画を世界で初めて準拠した企業の中の一社になったわけですね。工場で使われるネットワークに接続できる機器は全て IEC62443 に準拠する必要が今後出てきます。はい、これ超重要ですよ。制御メーカーさん、ヨーロッパではこれもうマストになってると。これは近々ですね、法令化され制御設備メーカーの対応がマストになってくると。この IEC62443 に準拠していないとヨーロッパでは制御機器を発売できなくなりますと。セキュリティ標準である ISO/IEC 規格はあるんですが、制御システムの設計領域までは言及されてないんですね。このように、これはですね、モノイストの長澤さんですね、僕もお会いしたことあるんですが、彼はこのように定義しております。 SL0 であれば何も行ってない状況ですね。そして SL4 ということは非常に高いリソースとモチベーションを持った攻撃に対する抵抗力がある。例えば国の基幹インフラを狙うような攻撃にも耐えれると。まあそういった規格に準拠していると。つまるところフェニックスが一番最初に
この愛資格に準拠したっていうことは、こういった未来が来るよねってことをもう見渡してたわけですね。つまり想像を具現化しろと、こういった PLC 作りたいと、しかし絶対セキュリティも必要だろっていうことで、それを具現化したわけです、ね、あのシーメンスも当該 IC 規格に準拠したのが同時期なんですね。 DCS での認証はホームページで確認しました。まあこれちょっとシーメンスさんに聞かないとわからないと思うんですが、 PLC での624342の認証はまあ取ってるかもしれないんですけど、そこまではわかりませんでした。ということで、フェニックスはいかに虎視眈々とこの電力化社会をですね狙ってるかと。こんな企業日本にありますかと。国が行くぞーっていう前にもうフェニックスはそこ狙ってると。日本人にはもう許容できないかもしれませんと。で、僕も悲しいから炎上しましたと。この PLC は随時アップグレードが可能になっておりますと。すでに PLC を超越している存在だと思います。だから PLC NEXT なんですね。しかしながら言えることは、間違いなく産業の制御領域は一昔前とは別次元の進化を遂げてきていると。皆さんそう思いませんか？今でもラダー書くん使って。PLC は別になくならないと思いますけど、そのラダー部下やめようぜと。ラダー書いててもいいけど、こういった時代が来るためにエンジニアはそこをエンジニアリングできるように備えようぜっていう思考になれないのが僕よくわかんなくて。いや、それは冒涜だとか言うわけで。いやいや、新しいソリューションを僕はヨーロッパでしか感じ取れないから、それを公開してるのに、そこに対して、敬えとかですね、気を使えとか、はぁっていう感じですよね。目を覚ませと。アップルのですね、APP ストアから皆さんソフトウェアをダウンロードしますよね。もうほんと、そういうような世界が 2B 領域にも出現してるわけですよね。じゃあ、スマホが皆さん出てきたのに、ガラケーの i モード誰が使うねんと。使いますか ?i モード。IT で OT も構築できる世界がもう登場してると。フェニックスだけじゃないですよ。みんなそうだと。みんなそこやってきてると。いいですね。日本国内はそうでもいいかもしれないですけど、じゃあ、日本人のラインビルダーとかですね、システムを海外に売っていきたいとき、海外の担当者がどう思うかですよね。受け入れてくれますかっていう。来たる未来のトレンドを読み、自社の強さ、要するに制御盤に、絶対俺たちの制御を使われてると。端子台使われてる。それを利用し、さらにその制御を変革し、事業をドライブしていくと。制御盤という自社の得意分野、既存のリードをうまく使い、産業制御を塗り替えたいと。そう思ってるのがフェニックス。工場は日本と同等かそれ以下かもしれませんと。しかしある程度の工場力量でも将来のソリューションの読みとそれをモジュールに落とし込むその実行力で勝つと。これがヨーロッパの製造業でございます。いかがでしたでしょうか。日本 VS ドイツと工場ですね。工場の強さとビジネスの強さの両輪を回す With フェニックスコンタクト。以上でございます。お疲れ様でございました。皆さんどう考えますか。今後もハノーファメッセの報告が続きますと。世界一大展示会この程度じゃないということですね。まだまだ言いたいことたくさんありますと。今後もお楽しみにいただきたいと思いますと。このように製造部に関連する動態をですねいつも発信しております。工作機械制御 FA 半導体ですね、自動車のこともやってると。製造業に従事してる方ですね、製造業に興味持ってる方、そしてものづくり太郎に興味持っていただいてる方はですね、ぜひチャンネル登録をいただいて応援をしてあげてください。そして少しでも刺激になればですね、いいねボタンを押していただければ幸いでございますと。少しでもこの認識が広まればいいなというふうに思ってます。もう僕がねいくら叩かれようがですね、もうやばいぞと、家帰るだけにはなるなということはもう引き続き言い続けていきたいと。で、応援の気持ちがある方もね、頑張れとコメントをいただければ幸いでございます。次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。本日はものづくり太郎からです。今切削加工事業を立ち上げさせていただいております。市町村にお伺いさせていただいたりとか、いろんなメーカーですね、 MST さんとか鍋屋さんとか工具メーカーですね、 OSC とか三菱マテリアルさんと、まあ、一緒に進めましょうみたいな感じで提案ベースで行ってると。で、工作機械メーカーにも行ってたりとか、あとまあ補助金を使いたいっていうことで補助金のプロたちに相談しに行ってるような状況でございますと。もしですね、我々切削事業やっていくんですが、非常に稼働の高い上昇を目指しているということで、もし大手とかでくすぶってるオペレーターの方ですよねとか、切削に対してですね生産技術やられてる方がいらっしゃいましたら、ものづくり太郎と一から工場やりたいぜみたいな方がいらっしゃればですね、ぜひメールいただくかツイッターの DM までお問い合わせいただきたいと思います。一緒にねバリバリの工場ですよね。お金は弊社が大丈夫ですと。もう自由に作っていいぞっていう感じですね。ということで、やりたい方は応募お待ちしてますんで、よろしくお願いします。次回はですね、久々に基礎動画やろうと思ってます。油圧ですね、それをやらさせていただきたいと思ってますので、これもどうぞよろしくお願いします。
はい、ということでまた次の動画で会いましょう。どうも今日はありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。花場メッセ動画第2弾ということでフェニックスコンタクトさんとコラボさせていただきました。刺激になった方はいいねボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。